松井の独身時代の趣味は H ビデオ鑑賞だった。松井は奥さんとの結婚に伴い千本鏡のコレクションを全て処分した。しかし2年後松井は H ビデオ鑑賞を再開し、自宅には5万5000本ものコレクションができた。松井はプロ野球人生でバントをしたのはたったの3回。3歳で入園した保育園で松井は保育園史上最大の園児と呼ばれるほど大きかった。松井はあまりにもボールを飛ばすので右打ちから左打ちに転向させられた。松井は H ビデオのコンペの特別審査員に任命されたことがある。松井を取材しようと集まった日本人記者たちを見て、ジャップの集会あるの？異様だよと言い放った。松井は子供のコロナ禍旗の守備を見て下手だなぁと思った。松井は企画で対決した野球少年に抱擁をお願いされると、男に抱きつかれるのはと言って拒否した。佐々木は似顔絵を描いたケーキをプレゼントされたが、似てないっすよと言いケーキを食べなかった。佐々木は吉田の同点スリーランの時、ものすごい速さで帽子を叩きつけた。佐々木はオリックス宮城とベンチでイチャついてるところをダルビッシュに見つかった。佐々木は甲子園出場がかかる試合で投げることなく引退した。学生時代友達と一緒に遅刻して怒られた佐々木は、悪いのはこいつですと友達を打った。佐々木は同じくアイニョンファンの山川にピコハンで殴られた。佐々木は山川に感嘲されて嬉しそうだった。佐々木は高校日本代表の合宿で163キロをマークした。佐々木は高校時代バッティングがよく4番を打っていた。佐々木の下の名前は当時3歳の兄がつけた。 WBC を辞退する人の気が知れないと言ったイチローは3度目の WBC を辞退した。イチローはバッティングセンターに通いすぎて店側が安い回数券をくれるようになった。同じバス線でイチローを見て感嘆していたのが1学年上の稲葉篤紀。イチローは牛タンが好きで週に6日は食べていた。なぜ週7日ではないのかと聞かれたイチローは、月曜日は定休日なのでと答えた。イチローは長男ではなく次男。イチローは引退してから毎日酒を飲んでいる。高校時代イチローは監督にセンター前ならいつでも打てると言った。イチローは畜生発言をしたためにチクローと呼ばれたことがある。イチローはメジャー1年目から首位打者と盗塁王を獲得した。